またひとひら花びらがちぎれる。風を止める力はない。今この町にいる何人の人がナナの名前を知っているんだろう。私にはナナを取り巻く世界のすべてがみんな眩しく輝いて見えた。そんなとこで何してんの？そんなとこ？大体勝てるもんが一個もねえのに無理だ。でもいつか絶対超えてやる。何を？匠。ねえナナ、夢が叶うことと幸せになることはどうして別物なんだろう。ナナにガキができた。どっちのことか知らないけど、ナナが産みたいんなら俺は認知して面倒見てやろうと思うんだけど。あれは俺の女の大事なダチだ。ちょっとはわきまえろ。なんで私の大事なもんはみんなトラネスに取られちゃうんだよ。ねえナナ、私を許して。会いに行ってやれよ。なんで私が行かなきゃなんねんだよ、理不尽だ。俺はきっとナナっていう女に翻弄される物語の中で生きてんの。ナナはもう私を許してはくれないと思うけど、ナナと暮らした半年間のこと、私は絶対に生涯忘れません。あちこを見てなよ。あんたの望みは絶対叶えてやるから。あの夜誓った思いは今もこの胸にあるよ。私たちが描いていた夢の輝きは忘れない。